さらさら立命館大学行ってみたいと思います。今日の全体像はこちら。四択文法は8問あるんですが、これを全部言ってるとですね、皆さん視聴時間がかなり長くなってしまってですね、皆さんご覧いただけないので、最初の5問行ってみたいと思います。もちろん1問ずつ行くんですが、解説する中で大事な情報、それを皆さんホワイトボードで最後でまとめますからね。皆さんはまず問題を解く、そして解説を聞く、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。さあ、まず設問の指示の一読をお願いします。では皆さん問いの A をお願いします。さあ、まずこれは空所の左側ですね。 Historic City、 まあ場所っぽい話があるので、選択肢の1番 Where が正解と判断すると間違えますよね。皆さん選択肢の中に関係詞があったら、まずは空所の右側ですよね。そこの文型を確認するのが先決でございます。そうすると空所の右側はいきなり動詞なので、まず主語がないという判断ができますね。で、そういう主語とか目的語とかがない文章のことを不完全と呼びました。で、その不完全な状態になったら、選択肢の中から関係代名詞を選ぶべきですね。ですから選択肢の1番の where、これ関係副詞でございますので、その関係副詞の後ろは必ず s もあって、動詞もあってという完全な文章が来ますからね。ですからまずは1番を削りますね。そして選択肢の4番ですね。皆さん whose の後ろは必ず名詞が来ますね。ですが今回は received、動詞でございますので4番も×。で、皆さんこの後ちょっと話変わりますので色分けさせてくださいね。で、あと皆さん2番3番どっちですか。皆さんここで初めて空所の左側にある先行詞ですね。で、それが人か物かと言われたら、もちろんシリーは物でございますので正解は2番ですよね。当然それが人だったら風で大丈夫ですからね。で、皆さん先ほどお伝えした完全とか不完全、もしくは whose のお話ですね。このあたりは最後にまとめますからね。ひとまず正解は2番でよろしいかと思います。では皆さん問いの B をお願いします。これどの選択肢を眺めていただいても動詞ですよね。で、選択肢の1番であれば are ですから、主語が複数形のはずです。そして皆さん選択肢の2番、3番、4番であれば主語は単数形ですね。じゃあ皆さん今日の文章で主語はどうなってますかと言われたら、もちろん文頭の名詞 number、 これが主語ですからね。当然皆さん見ての通り number ですから単数形ですからね。ですからまずは選択肢の1番、これを削りますね。で、あと皆さん残り2、3、4ですが、皆さん空詞の右側 ing がありますからね。で、これとセットで使えるものと言われたら、まず2番がダメですね。皆さん、become の後ろに ing は置けなかったはずでございます。そして皆さん、選択肢の3番、come to と来たら、後ろは動詞の原型ですよね。うんたらかんたらするようになるという熟語でありましたね。ですから、正解は4番ですね。B 動詞プラス ing で進行形。ですから4番で問題ないかと思います。では、続いて問いの C をお願いします。さあ皆さん、これどれを見ていただいても動詞 leave が入りますよね。で、もちろん意味はうにゃうにゃを残す。そうですね。残したよー。何よー。ということですので、他動詞ですね。ですから、後ろに目的語が必要なはずなんですが、皆さん見ての通り前置詞プラス名詞で M になってますよね。つまり就職語でございます。ですから目的語がないんですね。だと皆さん思い出すだけです。他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態、もしくは過去分詞にすればよろしかったですね。ですから正解は3番ですよね。で、もちろんこれで答えは出るんですが、皆さん空所の左側、このあたり見ていただきますと、前置詞 with。そしてその後に何とかかんとか seconds という名詞。そしてさらに過去分詞ときたら、この with は不対状況の with と呼んでましたね。まあ、もちろんそのあたり一番最後にまとめますからね。ひとまず正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ続いて問いの D をお願いします。
皆さん、どの選択肢を眺めていただいても後ろ people という名詞ですよね。でもちろん名詞にかかるものと言われたら形容詞ですよね。で皆さん、選択肢の中で形容詞ないものが2つありますね。もちろん1番と3番は副詞ですよね。でもちろん2番4番は形容詞。であと皆さん、もう一回空詞の右側見ていただきますと people ですから数えることができる名詞ですよね。いわゆる加算名詞で、当然それにかかっていく選択肢と言われたらもちろん2番ですよね。で当然4番マッチは不加算名詞、数えることができない名詞にかけるものでしたね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ続いて問いの E をお願いします。さあ皆さん、まず明らかにダメなものは2番ですよね。Had at all という動詞の左側に主語がないですね。そして皆さん、選択肢の1番の did I、 この統治が起こっている理由が見当たらないですね。皆さん思い出してくださいね。 VS の語順、統治が起こる時というのは例えば疑問文で、もし疑問文だったら文末にクエスチョンマークがあるはずですが、今回はないですね。そして皆さん覚えてるかと思いますが、否定の副詞が先頭に出てきたら統治が起こりました。ですが今回は already、まあ、すでにということですので否定ではないですね。ちなみにさ、あと考えられるのは仮定法かなと思うんですが、仮定法では if が省略されると統治が起こりましたね。ちなみにさ、この文章中仮定法かと言われたら、その仮定法のサインである助動詞の過去ですね、そういうものが見当たらないわけですから、やっぱり1番はダメですね。さあ皆さん、あとは3番と4番でございます。で皆さん、明らかな違いが見当たりますよね。わかりやすいのは having 過去分詞。皆さん、単なる ing じゃなくて having 過去分詞になっているということは、この文章中の時制、もちろん今回は wanted もしくは was のところで過去時制だとわかりますね。でその過去時制よりも一つ古い時に having 過去分詞という表現を使うんでしたね。ジェフさん、今回の過去時制よりも何か時制が一つ古い、そういうことを表す表現がありますかと言われたら、もちろん文頭の already ですよね。すでに、そうです、すでに彼に伝えていたんですね。ですから今回はこの反応を待ってるよりも前にすでに伝えていたとわかるわけですから、時制が古いことがはっきり示されております。ですから正解は3番ですよね。ですもちろん選択肢4番 to 不定詞でも同じような現象が起こりますよね。もちろんそれは to have 過去分詞、それを使う時というのはこの文章の時制よりも一つ古い、それを示す時に to have 過去分詞を使いましたね。ですが今回はそうなっていないので4番はやっぱり×ですね。もちろんこのあたりも後でまとめますからね。ひとまず正解は3番ということでよろしいかと思います。それではお疲れ様でございました。先ほどできた情報の中で次につながるものをホワイトボードにまとめていきたいと思います。まずは1番、関係代名詞と関係副詞の違いは、関係代名詞の後ろは不完全、一方関係副詞の後ろは完全な文章が来ましたね。ただ皆さん、それをご存じないという方、それの解説動画はすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴ください。そして2番目、フーズの後ろと言われたら、あーとかざーとかがついていない名詞を置くべきでしたね。ただ皆さん、それの理屈をご存じない方、やはり解説動画はございますからね。リンク先は概要欄に貼っ付けておきます。そして3番、文頭の名詞。これは主語と判断した方がいいですよ、というお話をいたしました。これは先ほどの問題にもあった通り、動詞が単数形か複数形か、その判断を求める問題としてよくあるパターンでございます。そして4番、カムの後ろ、ビカムの後ろ。カムの後ろは to 不定詞 OK でしたね。ただ皆さん、ビカムの後ろに to 不定詞を置いちゃうとダメですよ。なんとなく置けそうな感じはするんですが、ダメなんですね。ただ皆さん、それの理由の解説動画もすでに存在しておりますからね。リンク先は概要欄に貼っ付けておきます。そして5番、不対状況の with。もちろん with の後ろは、名詞プラス ing もしくは過去分詞でよろしかったかと思います。
タミさん、この形にも理屈はありますからね。それも解説動画ですでにしております。そして6番目、他動詞の後ろに目的語がない場合は受動態や過去分詞にすればよかったですね。これも動画がありますからね。そして7番、 almost と hardly の肘、両者ともに副詞でしたね。そして8番、統治が起こるパターンというのは1つ目、疑問文の時、そして2つ目、否定の副詞が先頭にある時ですね。そして3つ目は仮定法で if が省略されると統治が起こりましたね。で、先ほどの問題はこの3つのどれにも当てはまらなかったので統治を発生する理由が見当たらないということでよろしかったかと思います。それではホワイトボード一面ご覧になっていただいてですね、もし知らないところがありましたらこの後の音を取っていただけると嬉しいかと思います。ではこの後8番目の続きですね、ちょっと次ございますので一旦消させていただきます。それでは9番目でございます。その分全体の実勢よりも一つ古いことを示す場合、 to have 過去分詞や having 過去分詞を使って表せばよろしかったですね。タミさん、その理屈をご存じないという方はですね、解説動画はすでに存在しておりますからね。この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。さあ皆さん、次につながる情報をまとめてきました。まあ先ほどの画面もそうですが、もし知らない情報がありましたらノートを取っていただいて、でもノートを取ったらこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張ってください。